FCC は、スペイン・バルセロナに本拠を置く総合建設会社である。正式名称は、コメントでコンストルクシオネスイ・コントラータス。メインオフィスは、マドリードとバルセロナにある。ヨーロッパや南北アメリカを中心に、環境サービス、統合水管理、インフラストラクチャーなどの事業を展開。2016年までは、 スペイン株式市場において最も重要な取引指標である IBEX35 の銘柄の一社であったマドリード証券取引所上場企業1900年ホメントデオブラスイコンストルクシオンスが建設会社として設立1911年にバルセロナで月水道の浄化保守サービスで環境サービス事業に参入 1992年、コンストルクシオネスイ・コントラータスと合併し、ホメントでコンストルクシオネスイ・コントラータスとなった。主に、環境サービス、統合水管理、インフラストラクチャー、セメントの3部門からなる。FCC メディオ・アンビエンテ、FCC エンバイロンメント、FCC エンバイロンメント C、FCC エンバイロンメンタルサービスシズなどの子会社を通じて事業展開。 都市ごみ収集、街路清掃、産業廃棄物処理、リサイクル、下水道網のメンテナンスなどを実施。スペイン、ポルトガル、イギリス、オーストリア、ハンガリー、ポーランド、チェコ、スロバキア、ルーマニア、セルビア、アメリカで事業展開。廃棄物処理事業者として世界7位。スペインで1位。中央、東欧で1位。イギリスで5位。 アクアリアのブランドで事業展開。生活用水から工業、農業用水に至る水利用サービスの統合管理、運用、保守、技術支援サービス、水インフラの設計、建設、資金調達などを実施。スペイン、ポルトガル、フランス、イタリア、チェコ、ルーマニア、アルジェリア、チュニジア、エジプト、サウジアラビア、UAE、カタール、オマーン。 メキシコ、コロンビア、エクアドル、チリで事業展開。世界10位、ヨーロッパで4位、スペインで1位。FCC コンストルクシオンを通じて事業展開。鉄道、空港、港湾、水管理インフラなどの設計、開発、保守、コンセッションに加え、ユニークな建造物、スポーツ施設、医療機関など、高度な専門性が求められる建設プロジェクトにも、 多数三角。スペイン、ポルトガル、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、ノルウェー、ルーマニア、エジプト、サウジアラビア、カタール、アメリカ、カナダ、メキシコ、コスタリカ、パナマ、コロンビア、ペルー、チリ、ブラジルで事業展開。建設会社としてヨーロッパで15位、スペインで4位。 上場市会社のポルトランドバルデリーバスを通じて事業展開。マドリードにある生産プラントエルアルトはヨーロッパで2番目に大きいセメント工場である。スペイン、イギリス、チュニジア、アメリカで事業展開。スペインにおける生産量は1位、チュニジアでも上位。世界30カ国以上に拠点を置き、売上高の40%はスペイン国外からのものである。 1990年代の終わり頃から本格的に国際展開を推進し、現在ではイギリス、ポルトガル、メキシコ、中米諸国、ペルー、サウジアラビア、カタール等で大きな存在感を示している。近年成長している市場はラテンアメリカ、アメリカ、中東、アフリカである。ありがとうございます。